このままだと最悪26万人の自殺者が出る今すぐ大規模経済対策と緩やかな段階的自粛解除週刊クラライテリオオン藤井聡のアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌「表現者クライテリオン」の藤井聡編集長が 編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは京都大学の藤井聡です。こんばんはアシスタントの吉田直です。今日はですね4月27日午前11時半。はい。ねあのちょうどこの放送の1週間前のまあ、時点ですけれども。はい。えっとちょっと皆さん聞かれてる今のタイミングは緊急事態宣言が出てからだいたい4週間まあ1月ぐらい経ったタイミングに。 なりますよね、はい、これからも、まあ、ゴールデンウィーク明けにどんな判断になるかと。まあ、東京、うん、大阪はだいぶ続けるだろうと。まあ、そんなこと言われてますけど、まあ、地方がどうなるかっていうのは、今の時点では、まだわからないようなところですけどね。はいうん、で、これ、選手も話、ちょっとだけしましたですけど、今、中小企業がすごい潰れかけてるという話をね、うん、はい、してて、これ、6月数円までに大体いい6割ぐらい、 の中小企業が6月までこの状況が続いたらちょっとうち持ちませんと。半分以上ですよね。うん。言ってるんですよね。うん、で、これあの中小企業の方は、だから経営者もこれ大変だし、そこで勤めてる方もこれ仕事なくなるっていう話ですから。うん、から日本ってほとんどが中小企業なんですか、ね、99.7とか8とか、なんかそれぐらいの数が中小企業なんですよねで。日本経済これ壊滅しますよ。そんなことになったら。うんね、この指標からすればそうですよね。うん、でね。 倒産しない企業、まああると思いますけど、うん、それでも、いわゆる解雇、あの、首になってる人が、ねうん、今いっぱいいるんですよ。はい。で、特にね、雇用者の統計の中でね、その他っていうのがあるんですけど、はい。働いてるんやけど、サラリーマンでも公務員でも自営業でもない、その他の人。これはね、基本的に非正規雇用だけで暮らしてる人。<ー>要するにアルバイト。はいはい。昔フリーターンってとこポジティブに。 俺はもう、会社に縛られたくないから、フリーターになるぜ、みたいな話でしたけど、<laughs> まあ今でもそういう方おられると思いますけど、うん、あの、多くの場合が、勤めたくても勤め口がなくて、はい。しょうがなく、あの、アルバイトだけで生きていると。<ー>で、その中の、いわゆる最下層の中には、ネットカフェ難民の方が、はい。おられたり、はい、まあしてるわけですよ。うん、で、その方がね、だいたいその他が、全体の労働者の15%を占めてるんですよ。あ、15%?、うん そういう方々は会社が倒産しなくても首に、もうすでに今なっている人も多いと思います。で、これからもう5月、6月になっていくに従ってどんどん増えていくと。はい。で、そうなるとね、生きていくのがしんどいと。心が折れると。はい、あの、頑張、頑張るけれども、しんどいと。まあ、例えばなんかそんな声もね、いろんなメッセージいただいているので、ちょっと。そうなんです。うん、紹介いただけますか。はい、えー、ラジオネーム、<laughs> ロスジェネ世代のど真ん中さんです。 今回の緊急事態宣言で保育園がやらなくなった場合、妻が仕事に出られなくなるために収入が激減することになります。その場合、 一時金の受給資格がないので、最悪の場合、家を売らなければならなくなってしまいました。ああ売らなければならなくなったとおっしゃってるんですね。はい。いつかは明るい未来がやってくる大学時代に就職活動を失敗して以来、ずっとこんな根拠のない希望を持って頑張ってきましたが、正直もう限界です。お金がないのは本当に悲しいな。 完全に心が折れましたと。うん、頑張ってもらいたいとしか言いようがないし、うん、かこういう方がいるということを前提に、うんうん、社会制度をね、政策を考えなあかんわけですよここまでになってるっていうことを、うん、もう本当に政府の皆さんは、うん、心の底から考えて、うん、そうなんやってほしいですね。すね。政策を。これね、まあ、保育園やらなくなったっていうことですけど、うん、これデータだけで言うとね、 保育園ぐらいの子で感染者数ってすごい少ないんですよ。うん<ー>。だからね、もう、何してるねんって思ってる人多いと思いますよ。<ー>でもまあ、その、感染で亡くなる方がいるのが怖いねんか一応閉めとくのが当たり前やろみたいな。そんな上から目線のね。今、朝から晩までワイドショー見て、うわ、もうこんな感染でおかえさんしなはった。いや、若いのにこんな出て死んだ人もいる。ウイルスを舐めたらあかん、あなどったらあかん。とにかく閉めなあかんねやみたいなね。 暴力的なって僕には思いますけども、感染広げないのが目的じゃなくて、自粛が目的になってて。うん、それ思いますで、私もっと自粛してるし、みたいな。でね、このロスジェネってね、これあの、1998年以降のね、日本がデフレになって消費増税のせいで、就職できなくなった人たちが、で、実際その、大学時代に就職活動失敗して以来とおっしゃってるじゃないですか。はい。だから、そういう方々の、今40歳、 超中半とかいう方々なんですけどこういう方とかも含めてですね死ぬ状況になってるんですよねうんでだからこれがね今どれぐらい大変なことになってるのかっていうのをねこれ計算をするとこの方しっかり頑張っていただいていると思いますこうこうやってメールもね返ってきていただいてるわけですけど、はい、このロス・ジェネの時代ね98年何が起こったかっていうと自殺する方の激増だったんですよ。 えっとね、ロスジェネス世代のちょっと前は自殺する方っていうのは何十年も2万人だけだったんですよ。あすまあ2万人も死んでるんですけどね、自殺が。これも痛ましい話ですけど、この97年にアホが増税しようってね、政府のアホが。うん、それでデフレにしようってね、政府が。それでもう日本政府全然ダメになって、で1年で自殺する方3万人超えたんですよ。でそっから10年以上3万人で。でも明らかに増税のせいですよね。うん、そうそうなんですよ。 そういうい間違った経済政策っていうのは、うん、その結果として自殺が増えてるんだとしたらマクロに見てね神様の目から見たらいや政府が殺しさんと一緒やぞお前とうん僕は思うんですよだから僕はあの経済政策をね、はい、一生懸命頑張ろうと思ってるのはこういうことを知ってるからね、うん、で今回それほぼっていうかもう確実にこれが起こりそうな状況に今なってるわけですよそうそうそうそれでねこれも前紹介しましたけどうちの研究所でねユニットで あの、軽量経済分析っていうので、いろいろと分析をするとですね、1年で収束しても自殺する方が14万人増えるとで。2年で収束かかっちゃったら26万人の方が自殺しちゃうと。いうデータが今出てるんですよね。今日はね、だから本当になんかコロナも怖いんだけど、この自粛の嵐の中でね、僕はこれなんかね、戦争前のね、鬼畜米戦かなあかんぞーみたいな。ああいう空気ってひょっとしてこんな、 体制翌3回って言いますけど、こんな感じなところもあったんかなと思ってね、本当に悲しいなと。お金持ちの人はね、別に死なないし、家におったらそれで感染しないから、それでええと。うん、でももう、今の方とか保育園動かへんかったらどうすんねんっていうような話でしょ、うんまあ、で、お金、うん、ローンも払えなくなるとかってで,、ねうん、で、非正規で働いているその他の方々。うんうん、だからね、そういう人を救うためにも、うん、大規模な経済対策はね、絶対いるんですよ。はい。 それと同時に、まあ、急激にね社会をこの自粛解除せんでもいいから穏やかな緩やかな段階的な自粛解除の道をゴールデンウィーク明けに逆らへんかったらそんなあかん言うてるやつは人殺しと一緒やぞみたいなねところがあるという話を今日はいたしたいと思いますよろしくお願いします聞けば今はのののコロナ大恐慌の恐慌ろしささがよくくわかる30分午後10時までお付き合いくださいだこの番組は 日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りします「週刊クライテリオン」藤井聡の「あるがままラジオ」。今日のテーマは このままだと最悪26万人の自殺者が出る今すぐ大規模経済対策と緩やかな段階的自粛解除を、はい、もう本当僕が今日お話したいなと思っているのはもうこのタイトル通りです。 で今日もすでにね、前半でもあのお話しさせていただきましたけれども、最悪26万人の自殺者がきっと2年で出る、2年というか、2年間、自粛をずっとこんな感じで続けてたら、それぐらい出るだろうし、1年で収束してもまあ14万人なくなるだろうなんでそんなふうな計算をしたかっていうのをざっとご紹介したいんですよね、はい、先ほどもお話しましたけど、97年の増税によって、ものすごい自殺者が増えたんですけど、その背景に何があるかっていうと、失業者がすごく増えたんですよ。 うんやっぱりね、増税をして不況になると、失業が増えるんですよ、うん、雇えなくなっちゃうんです、ねうん、そうそうそう、で自殺する理由っていうのはねあの、エミール・デュルケムっていうフランスの社会学者が、自殺論という有名な社会学の本でね、分析してるのがあって、これもものすごい伝統的な社会学上の研究テーマなんですよ、自殺する方の増えたり減ったりする理由に関して。でやっっぱり失業ってすごい重要な要な因に いろいろ戦争するしないとかいろいろあるんですけど、集団主義だとか個人主義だとかあるんですけど、まあ、とにかくやっぱりね、失業ってもそれはそう、じゃないですかいやだって生き,生きていけないですもんね、うん。でね、これね、失業すると自殺するっていうのはね、これ、統計的に明確に出てるんですけど、これ、お金がないっていうのはあるんですけど、やっぱりね、生きてる意味をなくすんですよ。やっぱり人間ってね、人の間って書いて、その社会的動物ですから。 誰かと繋がってるっていうの、いう感覚が大事だし、でね、うん、特に人間が頑張って生きていくためには、誰かに役に立ってるっていう感覚なんですよ。はい。この世の中で生きてても許される感が出てくるんですよ。<ー>達成感もあるし。役に立ってるんだなって思うことが。うん、そう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 。あの、生きてても、こんなしょうもない私だけど生きててもいいんだなみたいな。そういう謙虚なところがありますから。それから、前向きの達成感っていうのもありますから。だからね、やっぱりね、失業が出るっていうのはね、 単にお金だけの話じゃないんですよ。人間の尊厳の話でね。かつね、その失業するってことはみんな、失業する手前の人みはブラック企業みたいな状況にあるってことじゃないですか。だから、働けど働けど我が暮らし楽にならざりみたいなところがね、あって。だからそれはそれで、ブラック企業で働く地獄ってあるわけですから。 やっぱり失業率が高いっていうのはその労働環境が劣悪っていうことですから、そうやって自殺に追い込まれる方も多いっていう、まあそういう因果関係も、まああってですね。うん、まあ何しても失業って良くないんですよ。その人間、生きていけなくなるところがあってね。うん、で、日本の失業率って今2%とか、2%ちょっととかなんですけど、あの最悪5.4%までいったんですね。で、これはやっぱりね、あの97年の消費税、増税の後、はい、もうみんな、 会社が潰れてダメになったっていうので5.4%まで行って。で、なんだかんだしながら今まで2%ぐらいまで減ってきたんですけど、今回のシミュレーションではね、あの、またそれぐらい行くんじゃないかという5%とか6%ぐらいまで行く可能性があると。うん、これなんでかっていうと、この失業率っていうのは僕たちの経済指標の GDP っていうのがあるんですけど、はい、要するにまあ、経済の成長率って考えてください。はい、僕たちの所得が何ずつ伸びていくかと。この番組でもよくやってますよね、うん。そう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 ,そう。 で、それで、その、大体ね、あの、成長率が上がったら自殺者って減るんですよ。で、成長率が下がったら自殺者増えるんですよでこれね、オークンの法則っていう、まあ、なんかもう古い伝統的なもう経済学でよく知られた関係があって、はい、でこの関係に基づくと、どれぐらいになるかっていうのを計算したんですよ。はい、で、まずね、GDP の方はね、ゴールドマン・サックスっていうところが、あの、安倍さんが言ってる108兆円とか117兆円のお金があって使っても、まあ、日本はこのままやったら25%ぐらいダメになります、ええ、言って。 っ言ってる。ああ、もうませんわ、日本。あも全然負けませんわ。あ、えー、の、ゴールドマンサックスが計算してます。で、そのゴールドマンサックスの計算結果をちょっと補正して、はい、あれからもうちょっとお金使うっていうシナリオになったので、10万円配るとか。だから、はい、10万円配る前提です、今から僕が喋るのは。うん、10万円配りますってって配っても僕らの所得は23.2%の速度でダメになっていくと。もうこれもうとてつもない話なんですけどね。はい、所得が4分の1ぶっ飛ぶみたいな。 それでまあ、ちょっとずつマシになってくるのも考えて、だいたい1年かけて僕らはだいたい13、14%ぐらい貧乏になると。500万稼いでる人やったら60万とか70万とか貧乏になりますよと。<laughs> うん、こうみ,みんな、みんな一斉になります。うん、そんだけ貧乏になりますよってなると失業率はだいたい6%とかになると。で、さらにまた、あともう1年続いたらそこからまだ2%ぐらい失業率上がりますと。で、8%って日本では経験したことないな状況に。うん まあでも今経験したことのない状況になってますからね。なってます、うん、で、そこまでなってくると。そうすると、失業率が1%増えると、何人の自殺の方が増えるのかっていう計算結果が、改めてこの週末学生なんかともやったんですけど、はい、だいたい2300、400人ぐらい増えるんですね。失業率1%増えると。だから、まあ6%増えるんですよね。はい、失業率が。今2%ぐらいが8%なんで最悪やったら。そしたら、まあ1万何千人の方が。 余分になくなくくっていくとでこれがしばらく続いてしまうんですよ、はい、でそれを全部足し合わせて計算するとこの未来は絶対嫌です、うん、でこれね26万人って数字出たら26万人ですけど、うん、自殺するって相当悩んだはずですよみんな、うん、誰だって自殺なんてしたくないですよそんなものなちゃんと親もいれば友達とかあったり恋人だっているかもしれないし、うん、天涯孤独だと言いながら親だっているだろうし 好きなタバコとか好きなお酒とかあっただろうしいろんな子供の頃の思い出もあるだろうし、うん、これ26万個の人生の物語があるわけですよ、うん、コロナで亡くなる方岡井久美子さんも大変だけど志村けんさんも大変だけどその方の命と26万人の命一人一人の物語とどっちが上とか下も何もない僕らが知ってたら大切な命で知らなかったら大切な命じゃないとでも言うのかというとそんなことはないじゃないですか だからね、そういうことをね、やっぱり岡井久美子さんとかのことも悲しみながらですよ。26万人のことも、悲しむ心持ちをね、うん、僕は日本人全員に持ってもらいたい。この部分って、うん、報道というか、されないと思う、ね。だってお前勝手に死んだんやろみたいなもんじゃないですか。うん、違いますよ。死ぬまで行きたかったんですよ、みんな絶対。そうですよ。自粛のせいで死ぬ人が26万人増えるって言ってるんですよ、僕は今。うん 一人一人。で、この26万人中の全体の氷山の一角でね、はい、この数の5倍とか10倍の方が死のうかな、生きようかなと思って苦しんでるわけですよ。心が折れてるわけですよ。これね、本当に政府は全然考えないしね。頑張れないミュージシャン、僕の知り合いなんかでいっぱいいるわけですよ。でね、彼らね、僕ミュージシャン多いからいろいろ聞くとね、政治家なんかに陳情をね、してもね、いや、でも君たち普段から好き勝手やってるからな、こういう時なかなか助けれないんだよな。って言われたって言ってましたよ。 お前音楽に人生救われたことないんかお前ですようん元気もらえますしすやっぱり頑張ろうってなります,そう,すそういう気持ちで星野源さんを流してたんだと僕は思いますよそれを何ですか犬なげ撫でて茶飲んで「何乗っかってんねんですよでこっちは死にかけとんねんミュージシャンは」っていう話じゃないですかう本当に26万人で最悪ケースで1年で収束したら14万ぐらいじゃないかともなってますし もっと早く推測したら、もっと少ないかもしれませんけども、確実にこれは増えるわけですよ。うん、で、その中にはいろんな、そ,その100人やったら100人のドラマがあるわけですよ、はいで、コロナの罹患者で亡くなった方にもドラマが、人生のドラマがあって、その親も子もいて、みんな救いたいと思ってるでしょうけど、こういう方も同じ命ですから、うん、これ全体をね、減らすような、そういう対策を政府にはやってもらいたいと思うし、そうですね。うはね、そんな思いで。うん あの一曲ご紹介したいと思います。これ実はあの僕二回目なんですけどこれ紹介するのは、はい、ザ・ハイローズで日曜日よりの死者。このまま。週刊クライテリア、藤井聡のアルガママラジオ。 ハイローズで日曜日曜よりの使者お届けしましまたこれ1年ぐらい前ですかねあの松本人志さんネタで「ははい、はい松本さんちょっとおかしいちゃいますか?」みたいな話をね当時させてもらった時もこれ松本さんのことを歌った曲で尾本宏斗が、はい、まあ作ったんですけど「これね、日曜日の夜」っていうのはね「あのごっつツえ感じ」という。 番組があってね。はい。僕はね、これあの、世界史上に輝く、最もおもろい番組やったと思いますよ。あの時のごっつい感じは、ごっつおもろかったんですよ。うん、そこがね、まあ伝説ですよ。ちょっと本当かどうかちょっとわかんないんですけど、はい。世の中嫌なってたと。うん。うん。小本博人が。もうええわと、思ってた時で、しんどいなと思ってる時に、あの、しょうもない松本人志が、アホマンとかね、 おかんとマー君とかね。知ってますゴ、えーまあ、五連じゃこれ、東野さんですけど、<laughs> エキセントリック少年ボーイとかね。あ、知ってますよ。<laughs> ね。懐かしいと思ってる人多いんちゃいますね、<laughs> 世の中ね、だいたい僕はずっと車に構えて生ってますから、はい、もう世の中ので、しょうがないな、ほんだら、思っててね。だから、しょうもないから、ロックか、学問しか興味がないと。まあ、とにかくね、もう、しょうがないな、思っててあの番組だけはほんまにおもろかったんですよ。 で、ほんまにおもろいことはこれやのな、あいつらアホやなって、もうなんか語りかけてくれてるような。ちょうどね、僕があの、高校1年生の時に、太ザ治オサムの人間失格を読んで、なんかめっちゃ感激して、俺と同じように思ってるやつがおると思うぐらいおもろかったんですよ。きっとね、だから河本さんは、それを見て、うん、は笑ってるうちに、な、なんで死にたいやったっけぐらいのね。まあ、ええかもまあ、しょ、所詮あいつらしょうもないやつやからなと。まあ、思ったらしいんですよ。はい。だからね、今日はこの自殺の話をしてますけど、ぜひ皆さん、大丈夫です。 分かってくれる人がいますから。頑張ってください。週間くらいテレビ。藤井聡のあるがままラジオ。警備員京都からお送りしています。今日は、え、二十七日の十一時。五十八分現在収録をしておりますが。うん、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたね。うん、今日はその感染症の問題によって、今も。う止めどなく進んでいる大不況、大恐慌問題。 これに伴う、残念ながら増えてしまう自殺の問題に、うん、ま、焦点を開けてね、はい、お話をまあしてるわけですけど、この問題をね、もっと考えなあかんのですよ。うん、だからね、よくね、命かお金か。で、お金よりも命大事やないか。だから感染症対策でやないか。経済対策なんてそんな二の次でやないかっていう人いるんですけど、間違えてるんですよ。うん、お金がなかったら死ぬ人がいるんですよ。そうですよ。僕はもう、 金のことを言ってるんじゃなくて、命のことを言って経済対策。だって経済ってね、経世催眠って言ってね、民を救うっていう意味なんですよ。うん経済の財って救うってことですから。そうですね。うん、だから救うときにお金という手段を使ってるだけの話で、はい、これね、あの、命の話をしてるんですよね。で、その時に、 大事なのがやっぱりね、政府の対策なんですよ。うん、でもね、政府どうしとんねんっていう意気通りをね、はい、富山の方からちょっとメッセージ来てますから、ぜひちょっとご紹介いただけますかはい。藤本さんです。はい、国家は国民を安心させるために存在するのではないんでしょうか、うん、内閣官房におられた藤井先生のお力で国民の悲鳴をどうか政府へ届けてくださいと。うんはい、助けてくれるのは、だって最後そこなんだもの。いや、本当にそうです。でそれが 以外のところ頑張りますけど、だって、お前が家にいろっつって、お前が俺の店に客来るなって言ったんやろと、でお,お前が俺にライブしたらあかんって言ったんやろと、従ってやるよと、俺が動くことで誰かにうして人が死ぬのはあかんと俺も思うから、から協力するよと、そし、うん、協力しただけで俺死んでええんかと、俺は他人を生かすために死んだらええだけの人間やったんかと、そしたらね。 もうなんか、いや、そんなしょうもないやったら、もうこの世からおさらばするわって思う人もしろ出てくるやろし。うん。絶対そう思わないでください。悪いのは政府なんだから。そうです。そんなもんね、そんな道を選ぶ前にね、まあ、徹底的に叩いてやるなしょ、じゃあの政府を。死ぬのはもったいないです。何のために毎年毎年税金払ってたと思うんだ。だからね、うん、そういうね、うちにね、こう、 行く前に、まずは音楽聴いたりね。うんはい、庭に咲く一輪の花でも何でもいいですよ。こう、星空でも何でもいいですよ。そういうので、こんなもんやなっしょうもないな、日本って言って。うん、いう気持ちと、そからでもこの苦しいのは全部政府がおかしいからやないかと。うん、いうね、ところをね、しっかり持って。で、その時に単に怒りくるんじゃなくて、今日言ったようなシミュレーションとかね、しっかりとした政策の話に基づいて、あ、これがおかしいと。な、うんでかというとね、今、 人々が怒ってるから、それを利用して人気を得ようとするなんかおぞましい政治家がいっぱいいるんですよ。名前挙げないけど。ポイント稼ぎ、ね。みんなわかりますよね。そう、ポイント稼ぎやろうとしてるミュージシャンもいるし、うん、かポイント稼ぎしようとしてる政治家もおるし、知事の中にもそのやつ、山登るし、うん、官邸の中にもそのやつおるし、そういうのに騙されないように。そうですね。してで、本当に誰が嘘つきなのか、誰が本当に人のことを思って言ってるのかっていうのをわかりながら、政治にもご関心持っていただく。そしたらね、そんな経験にね、最悪の道を選ばなくたっていい、うん やり方いろいろあるんだから。<ペー> そして政府は確実におかしいんだから。はい。僕も頑張りますよ。よろしくお願いします。はい。えー、表現者クライテリオンの最新号では、新型コロナウイルスとどう付き合っていくべきかという特集であったり、うんうん、えー、中華未来主義との対決。うんうん、こちらもね、大きく特集されてます。はい、ぜひ、書店やインターネットでご購入できますので、チェックしてみてください。ホームページでは、1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。 メールアドレスは富士 e ク k b s k y o 京都ですよろしくお願いいたします、はい、今日もありがとうございました、はい、それではまた来週月曜日午後9時半までさよならこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北交観光バス株式会社の提供でお送りしました いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね